はい、東京都知事選挙に勝って NHK をぶっ壊すからのいってらっしゃいということで、令和2年の今日は6月もう27日になるんでしょうかね、土曜日です。朝11時32分です。今日はこの後ですね、夜の8時まで錦糸町駅の南口で選挙運動をさせていただきます。昨日ね、NHK が裁判に負けるという大きなニュースも飛び込んできました。そして、皆さんに特にお伝えしたいのは、今日が選挙戦最終日になります千葉県の野田市の補欠選挙、堀江門新党の渡辺邦博というものが立候補しております。渡辺邦博君でいつも良かったかなといつも悩むんですけど、合ってますね。市長が推薦している候補者とですね、堀江門新党公認の渡辺邦博、まあ、まさに規制政党というか、ごめんなさい、規制既得権益ですね、既得権益 VS 新興勢力、新しい風ということで、野田市民の皆さん、明日投票日の野田市議会議員選挙の補欠選挙ですね、堀江門新党の渡辺邦博へ皆様の一票を投じていただきますようよろしくお願いいたします。以上です。東京都知事選挙、そして野田氏の補欠選挙に勝って NHK をぶっ壊すからのいってらっしゃい。